はい、マックスシネマです。まあまあまあ、あのいつも使ってる銃なんですけど、銃の音にして質問を切ってたんですけど、はい、銃の音がね、バキューンとか言って、はい、今のマックスシネマの音って何風なんですかね、わかんないんですけど、昔 の、 あの日本映画ってもっとバキューンって言って、はい、ピューン、はい、金属音、あ、そうそうそう、高い音がしてました。そうそうそうですよね。なんか最近のハリウッドの音でもないから、ちょっと前のハリウッドの音ですよね、うん、なんとなくね、うん、あれね、うん、音ってね、大事ですよね。音大事。マイケル・マンの映画の銃声はいい。あ、本当に？あのヒートのあの、あ、パーンって打ち合いのラストのところとか、マイアミ・バイスの銃声とか、ちょっと毎回にはその銃声の音響の更新版を作ってくるんですよ。マイケル・マン、あ、そうか、マイアミ・バイスの、そうか、そうです、そうです、いい音するんですよ。いい音、いいですね。あのなんかそのただリアル、多分リアルなんだと思うんですけど、その、音響技術的にも、うん、映画館でちょっと初めて聞くような音みたいなのを、うん、何回かやってくるんですよ ね。いいですよね。好きなんでしょうね、マイケルマンの銃が ね。マイケルマン風なやつ、今度これ鳴らしてみますか。うち D が笑ってますけど、苦笑いしてますじゃあ行きますよ。はい、マックストークです。はい、じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。じゃあお願いします。行きますよ。せーの、はい。ストップ。あっ。よし。はい。今日のマックストークはお願いします。今日のマックストークは素晴らしき透析機映画の世界。です。そういう感じ。僕スペクタクル映画が好きで、ですね。そうやって考えた時に、何にスペクタクルを感じてんだろう俺ったらみたいな風に考えた時に、やっぱり透析機なんですよ。というかあれが映画に出てくるとちょっと燃え、なんかこう燃えっとするみたいな雰囲気で、はあ、まあそれ、まあ、エリちゃんあんまご存知ないかもしれないんですけど、透析機に関して。そうですね。透析機と言われてもピンと。そうですね。そもそも透析機が。ですね、ちょっと透析機見てみましょうか。はい、透析機とは木、金属の弾力や位置エネルギーを使い、テコの原理で石などを飛ばす大型の武器ですね。はい、発祥はですね、古代中国では紀元前5世紀頃、欧州では紀元前4世紀頃には開発されたということで、割と自然発生的に出てきた。旧約聖書にも登場してますというふうな感じで、世の東西を問わず発生、工場兵器として進化して、中世には中央アジアや中東で改良が加えられる進化、近代になるまで使われたってことで、実はこれね、あれなんですよ、ヨーロッパの武器に思ってる人もいるんですけど、実は途中までは中東の方の、あっちの方が、アジアの方が進化してたらしいですね。飛ばすのは石だけじゃなくて、この小石、あのうわーって多くの人ってつけるとかね、いいね、小石、あと火球、あの火つけたやつね、ヒューンって火つけたやつ飛ばすんですよ。あと汚物、うんこですね。うんこと飛ばしてたりする。いやー、まあ、やめてみたいな。動物の死骸、あの要は疫病を発生させるんですよ。なるほど。飛ばして、なるほど。近代になったらこの手榴弾なんかも飛ばしたりとっていう使い方をしてます。で、透析機の中でもこれ一番まあ大型と言われるトレビュシェットっていう種類のやつなんですけども、で他にもカタパルトとかマンゴネルとかオナガとかですね、なんか種類が形が種類がこれに関して、トレビシェットに関しては位置エネルギーを使ってるんですよ。これがまあだから一番飛ばせる、100キロぐらいの石をね、400メートルぐらい飛ばせるって言ってますね。でこのトレビシェットに関して言うと、元モンゴル、モンゴルが得意としてたらしいこれ使うのも、昔はほら城塞都市多かったじゃないですか、結構ああいうのをモンゴルの人はもうどん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 攻めるときに、モンゴル人ってなんとなくこう騎馬民族なんで、馬だけしか使ってないと思うんですけど、実はこういうのもすごい使ってて、モンゴルがいたがために、実はとあの中東とか西アジアの方では透析機が非常に進化してますっていう形になってます。
なるほど、まあ、そこまで大体ご理解いただけたでしょうか。はい、すいません、はい、でここから映画に入りますね、はいはいはい、透析機映画はスペクタクルっていうんでですね、うん、あの出てくるんですよ、だからつまりこういう、うん、歴史系で言うとグラディエーター、うん、なるほど、そうですね、あのグラディエーター、ね、はいはいはい、もうアカデミー賞、アカデミー賞、でキングアーサー、はいはいはい、キングアーサー出てますね、でジャンヌ・ダルク、これリュック・ベーソンのやつですかね、はい、バルバロッサ、これはまたあれなんですけどルトガー・ハウアーのやつなんですけど、うん、こういうのにも出てきますね、うん、あとファンタジー系で言うとロード・オブ・ザ・リング、ね、見事でしたね、そうですね、特に、まあ、王の帰還ってやつ、ね、うん、ミナスティリスの前で戦い出てきますけども、うん、あとナルニア国物語ですね、はいはい、これも出てきますという感じで、そしてそしてってなってますけども、なのでちょっとこの辺で透析機映画のこうスペクタクル感をちょっと体感するために、うん、ちょっと映像見てみましょうか、はい、はい、おーおー、はい、なんかそんな感じです、なるほど、なんかねちょっとずつ違うんですけど、うんうん、全体としてはやっぱり透析が出てくると盛り上がるっていう、うん、グラディエーターはもうあの地獄の家紋を開ける異民族との戦いですね、でキングアーサーは丸石なんですよね、うん、すごいよく飛ぶ、なんか空気抵抗が、多分空気抵抗が、うん、ジャンヌ・ダルクが出てきたのがトレビシェットってさっき説明したタイプのやつで、はい、バルバロッサはこれはちょっと弾道が低い、うん、これが多分時代的に一番アットなんですよ、うん、これだと技術的に進化してる、進化してるっていう状況ですね、はい、ロード・オブ・ザ・リングは透析機 VS 透析機っていうのが見れる、打ち合いすごかったですね、ええ、もうすごいですよ、でナルニア国はもう全自動透析機、もうブン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 いくっていう、あれよく考えましたね、どうですか、エリちゃん、すごい、でも、あ、なるほど、これかって思いました、確かに、すごいですね、あれなんです、戦争の武器の中でもしかしたら最強じゃないですか、最強だと思いますよ、ルックもね、すごくいいし、うん、いや、もうちょっと盛り上がるんですよね、でもね、なんかあれを運ぶ様子とかも見てみたいです、そうですよね、そのまま運ぶの大変らしいので、やっぱ分解できるらしいんですよ、うんうんうん、分解して持ってって現地でこう組み立てるらしいですよ、という感じなんですけど、でもこれらをもうはるかに凌駕する作品が2作品あるんですよ、もうそれを見ましょうって感じ、それ見ていいですか、この後、はい、はい、じゃあ行きましょう、おおすげえ、ハマヤー、おおお、はい、というわけで見ていただきました、なるほど、まず1個目に見ていたのはもう西の横綱タイムライン、ね、爆弾ですよ、もうね、いや絵的にはいいですね、これはもうあの僕は言わせると隅田川の花火大会いや長岡の三尺玉もうそういう感じです、確かにバーッと綺麗みたいな感じ ですね、いいなみたいな感じで、夏の風物詩かなというふうに思いますんですけど、武器っていうかもう美しいですね、そうですよ、ね、そっちが先行っちゃってちょっとなんかねちょっとフェスティバル感が本当じゃないですよね、なんかプロジェクションマッピングかなみたいな、あ、そうですね、むしろそうですよね、なんか僕も美しかったです、綺麗だなとか思ってこの映画、この映画はですね、ジュラシックパークのマイケル・クライトンの原作で、はい、リチャード・ドナル監督、主演が今は亡きポール・ウォーカー、はい、であとジェラルド・バトラー、はい、よ、素晴らしい夫人、いいですよね、はい、14世紀の化石から発掘されたのは お父さんからの SOS って、化石の中にお父さんが SOS 入れてて、やべえ、お父さんどこ行ったかと思ったら14世紀に行ってたんだっつって、14世紀まで息子のポール・ウォーカーを助けに行くって話なんですよ、さすがはマイケル・クライトン、ね、はい、で次が東の横綱ですね、これはキングダム・オブ・ヘブンですね、これはもうあのエルサレムなんですね、バンバンやられてた街ですね、うん、エルサレムって第二次世界大戦後イスラエルの人に戻りますけど、戻るっていうかあの戻りますけども、ものになりますけども、その前ずーっとイスラムに占領されてる、うん、まあそのところの話なんですね、うん、あれね、だから十字軍がエルサレムをイスラムに明け渡す話と、最後の攻防の主人公はイスラム最高の英雄サラディ と、バリアン・イベリンっていう、それがオーランド・ブルームらしいんですははっていう感じになってまして、まあ、リドリー・スコットですね、うん、リドリー・スコットね、これは本当素晴らしい、リドリー・スコットはグラディエーターでも
やって、うん、でその後あのこの最高傑作のキングダムオブヘブンも生み出した。あれ透析機好き。透析機好きです。なんかちょっと普通じゃないこだわりを感じますよね。あの描写がすごい丁寧でどうやって投げられるのかを綺麗に。そうですすごいです、すごいですよね。びっくりですね。もうねまっすぐ飛んでくるんですよ。ミサイルじゃない。これはもう、でももうファンの間でもこれはただ事じゃない。そうです。そのキングダムオブヘブンっていう映画よりももう透析機の方が有名。透析機ファンとかが。そうですそうです。一郎祝一郎レーザービーム、レーザービームですから、それを見るために見るっていう。なるほど。それを見るために、はい、映画になってますね。はい。透析機映画で今ちょっとふと思い出したんですけど、バーフバリーのラスト人が、ね、丸く玉になって飛んでいくわけが、むちゃくちゃなものですよね。確かに盛り上がりどころなのかもしれない。盛り上がり、もう夢が、うん、ね、すいません、ありがとうございました。それで博士は20世紀であの調査をしているその自分の息子に向けてメッセージを残すの。そうするとその400年後の息子がされて、あこれは親父だっつってピーって言って、でそのグループの中にジェラルド・バトラー扮するその友達もいるんだけど、その友達は今度行って現地のお姫様と恋に落ちちゃって、それで最後戻るのやめちゃうんですよ向こうで。もうこれでなんか王子様みたいになって歴史の教科書とかに出てるみたいな、そういう話なんですよ。もうむちゃくちゃじゃないですか。やばいですねそれ。いやもうジェラルド・バトラー好きにはこれたまらない。一番魅力的。ジェラルド・バトラー好きっていうのはいるのかも分かりませんけど。タイムライン覚えておいてください。はい、じゃあエンタ診断のコーナーです。はい、今週 あのエンタ診断何ですか。今週は泣く子はいねえがです。の泣く子はいねえが、なまはげ、ああ秋田県、ね、あひらがなですね。僕だから今頭の中でもカタカナでターミネーターとかみたいな、あ、シュワリツネッガーみたいな、イネーガー、はいはいはい、シュワリツネッガー、確かに似てんな。生ハゲが泣く子はイネーガーってこう来る、うんうんうん、でそれでえーって子供が泣いちゃうみたいな、はいはい、あれがまあ一個の自分だって、そっからの話なんですけど、過去は変わらない、しかし明日は変えることができる、ダメンズが発する等身大の姿があなたに勇気を届ける。これなんか青春っぽいじゃん。青春っぽいんですよね。生ハゲを着た男の青春ストーリー。じゃあ、横編見てみましょうか。はい、エンタ診断。あの出生届出したくて。なあ、もう考えてないっしょ。お前はいいな、好き勝手生きれて。青春ですよね。はい、駆け抜ける。裸で走ってたでしょ。あれやっぱり下は裸なんです。裸。伝統行事の時にちょっと酒を飲みすぎちゃって、裸で走っちゃって、それを全国放送のテレビで中継されちゃって、あ、映ってましたね。あ、そうなんです、はいはいはい。それでその団体に迷惑をかけた男、その男がまあ子供もいて、子供が生まれて吉岡里帆が神さんなんですけど、はい、もうろくでもないダメ男なんです。是枝さん。是枝さんが企画で、まあ、若手がのすごいなんか才能のある感じ。なるほど。ちょっと絵がいい感じがしますね。絵がね、いい感じです。是枝映画の、ね、是枝風です、ね、感じがありましたよ。じゃあ博士、はい、これは誰向きですかね。いや、これはもうやっぱあれですよ、あの老いたをした記憶がある全ての人が見るべきじゃないですか。うん、やっぱりなんかこう見ててちょっと痛たたたた痛く、気持ちが痛くなる感じです、ね、だから多分普遍性があるんですよ、うん、誰しもなんか粗相したなっていうことはあるじゃないですか、うん、僕なんかもう毎朝思いますけど、毎朝、はい、そうですね、うん、そういう傷にね、こうビビビってくる感じなんだけど、うん、だから多分それで多分この主人公をこう応援したくなるのかもしれない、うん、すごい、うん、ガゼン見たいです。多分楽しみです。是枝のブランドの名がつくとなんか、ね、ガゼンやっぱり。いや、そうですよね。しかもなんか中野大河って最近こう、うん、売り出し中だし、うん、なんかこいつは
なんか再起できなさそうだなって雰囲気が醸し出してるからそれが面白そうです、うん、ありがとうございました。はい、じゃあお便りコーナーです、今日のお便りはエリちゃんに来てました。エリちゃん、韓流ファンでしたか？他おすすめありますか？って来てますね、エリちゃん。なんと、韓流のファンお知らせに来ちゃいましたか。韓流のファン、そうですね。この時は愛の不時着とイテウォンクラスをおすすめしたという、うん、でもね、だいぶね、あの回見ると分かるんですけど、だいぶ熱く語ってて、うん、あ、これ好きなんだなってバレちゃったんでしょうね。バレましたね、うん。あのですね、秘密の森っていうドラマがありまして、検事と警察と、まあそういうその辺、なんか事件を一緒に追っているんですけど、かなり骨太サスペンスで、これが寝不足案件です。寝不足案件、あ、私も犯人を追うのに忙しくなっちゃったんですよ。そんな全然わかんなくて、犯人が。へえ。でもどん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 見れば見るほどハマっていっちゃって、本当に見るときは時間あるときに見た方がいいです。止まらないんで。私、ペズナが大好きで、ペズナが警察役で出てくるんですよ。ちょっとその検事と敵対するんだけども、同じ事件を追って、ちょっとライバル関係でもあるし、良き理解者にもなっていくしっていう、なんかその関係性も面白くて。最近、韓国で秘密の森2が始まるみたいなので、ちょっと今の、いつね、今ネットフリックスでシーズン1は配信されてるんですけど、2はいつ配信されるかわかんないので、今のうちに、ぜひ、見てください。ありがとうございます。ペズナって言われると見たくなってきましたね。これは時間ないと見ちゃダメよみたいなことあるよね、うん、本当に寝不足です。でもなかなかハードそうな始めちゃうと、ぜひマイリストに入れて保存してください。はい、はい、そんな感じで大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。またね、質問とかあったら、お便りをコメントください。はい、ステオテルこちらまでです。はい、すいません。いいね、チャンネル登録、ほんとよろしくお願いします。この間ね、700超えて、すごい嬉しかった。じゃあ最後です。はい、マックツシネマ。